羽と弓しか持ってないんだよな。なんかこの2つで作れるもんないかな。あ、待って、あそこに火事台あるやん。ちょっとこれね、なんか合成できないと思うけど、まあちょっと、まあトライは大事だから、うん、じゃあ行きます。なんだこれ、知恵の本、レッツゴー。え、待って、ちょなんか鳥の頭。はい、ドルルルルのシェモでーす。今回はね、データパック初回なんですけど、まあちょっと冒頭にね、ちょっとわけのわかんない鳥の頭ができちゃったんですけど、ちょっとまあね、これはね、あの火事台を使っていろんなアイテム、いや、まあ8種類のいろんなアイテムがね追加されるっていうデータパックです。で、1個目がこのチキンスタッフ、まあ鳥棒です。鳥棒、はい。で、じゃちょっとこれの説明から入っていこうかなと思うんですけど、まずこれはね、ちょっと左クリックを、あ、それこれね、なんかね、落下速度めちゃめちゃ遅くなるのよ、ほら、うぃー。で、ほら、シフト押すと飛べる。3、2、1、GO。 鳥ちゃんが飛んでいくんですよね、かわいい。うん、じゃこれ連打すると、待って、 This item onクールダウン。あ、まあ、クールダウンがあるってことね。ちょっと自分の下に、ちょっと、おー、待って。やば。ちょ、見た。今の見た。卵16、16、16、3。鶏肉10個。いやー、これだったらもう永遠に卵が作れちゃう。ということで、鶏スタッフ、鶏棒、説明終わりっす。はい。はい、じゃあ次のアイテム紹介しまーす。っていうか、次のアイテム、素材が頭おかしいよ。ちょっとなんか、いかにも危なさそう。鉄ツール橋とレッドストーンブロック。はい、知恵の本できて、ゴー。やば。レーザー。ちょっと英語が苦手で、ちょっと読めないな。ホールドライトクリックトゥーレーザードリル。いきます。いや、ちょっと一旦どうしよう。一旦ちょっと普通に右クリしてみよう。あ、これは普通なんだ。ちょっと待って、なんか、めっちゃかっこよくね。めっちゃ、あ、金玉やん。右クリ。ほら、おー、気持ちいい。音がいい。トン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 。鳥に当てても、あー、害はないと。優しいやん。よし、どこまでホルビが行ってくるかな。鳥棒を右に折って、これね、落下速度遅くなるんで。いや、遅くない、遅い。まあまあ、さっきのは事故死だから、次の行くんですけど、まあ、次のちょっとやばい。マジで素材やばい。頭おかしいって、このデータパック作者。データパック作者。はい。TNT とパンでしょ。もう、俺の大好きなパンツ。また知恵の本で。まあ、これは定番か。はい。TN、もうなんかかっこよ。TNT ブレッド。TNT ブレッド。で、言います。パン作って。はい、ってことでね、パン作ったところで次の行くんですけど、これはなんかね、いや、マジでちょっとこれ、バチコン当てちゃったり、ちょっと褒めてください。コメント、チャンネル登録よろしく、これやったら。いや、マジで初見だからわかんないけど、行きます。ぷいっ。お、なんか、あ、ちょっと想像と違って 3D やな。行きます。ダイヤモンドロケット、ゴー。強い。暗い。ダイヤモンドロケット。あー、強いな。うん、強いっす。はい、強い。ちょっと待って、みんなめちゃめちゃ俺運良かったわ。さっきのダイヤモンドロケットで鉄ヘルが出たわけよ。で、鉄ヘルが素材で、好きな原木で作れるらしいよ。じゃあ、まあみんなね、ちょっと一番親しみのあるっていうか、いっちゃんね。いっちゃん多くの原木で。やっていこうと思います。で、お、なんか飛び道具耐性のついた。トゥリーアロー。あー、なんか右クリで切れるらしい。ちょっと、これちょっと頭だったから一応取っとこうかな。いきます。装着。おー。なんかチラッと手見えてるの、かわいいな。チラッと手見えてる。待って、今のさ、バグかな。なんか、めちゃめちゃ回復したんだけど。あ、再生能力、耐性。いいね、これ。ちょっと、これつけて実況します。はい、次を。それおかしいな。まあいいや。次のね、素材が、鉄剣と水バケツなんですけど、鉄剣もさっきのやつから、まあ、しっかり 3R 活かして、リユース、リサイクルだっけ？知恵の本。お、なんか、かっこよ。アクアソード。ライトクリック、ツーショット。あ、かっこよ。
あ、ちょっとこれざまや。脱ぎます。チャキーン。あ、かっこよ、かっこよ、かっこよ。ちょっと一旦普通に切るか。普通にちょっとごめんなさい。さっき召喚したニワトリさん、ごめんなさい。あれ、おー、強。ワンパンやん。じゃあ、あそこの豚を水の豆でぶったたきます。豚ぶったたいおー、フグ。あー、ちょっと。フグか。ちょ、反撃。ちょ、仲間あれやめろ、仲間あれ。ちょっと、俺に攻撃すんな。いや、待って、次もごっついな。鉄ブロックと黒曜石。ごっつすぎだろ。ゴリゴリやん。あ、黒曜石もあったらリサイクルしよう。ぽい。かっこよ。なんかめっちゃフィットしてる。あ、こっから見るとちょっと見た目ダサいな。見た目ダサいけど、こっちから見ると、かっこいい。あ、なんか、義手みたい。あの、大砲です。はい。大砲です。じゃあ一発かましますか。バーン。待って、ちょっとゆっくりくね。ゆっくりすぎ。こんなん避けられるだろ、普通。あれ、まっすぐ飛んでいけね。あー、ちょっと見えなくなっちゃった。見えなくなっちゃった。ちょっと、あそこの木に当てます。ぽい。あ、ちょっと豚さん、ごめんなさい。ごめんなさい。ぽい。威力弱くね。ここ落ちます。ちょっとこれ殴るやつかな。え、違うわ。あ、なんか攻撃力は高いっぽいかな。いや、分からん。あ、でもよく分かりませんね。次なんですけども、次が最後です。はい、最後っす。もうあのエンドなんで、まあ、きっとね、大鳥だと思うよ。いっちゃん名前ごついから。玄武岩と鉄斧で、もう見た目やばデブやん。あの玄武岩ハンマー、あの、かっこいい。かっこいいわ。ちょっと、あの、えぐい数字を見た。一旦ちょっと普通に殴るか。普通に殴ります。ちょっと鶏さんごめんね。あ、普通。ちょっとなんか、目玉っぽい。じゃあ今の見たちょっと、ちょっと、よくわからん。視点が。ちょっと、どういうこと？よくわからん。よくわからん。マジでよくわからん。はぁ？いや、まあ、強いよ。攻撃も当たんないしよくわかんないけど。じゃあね、この装備でエンドの討伐、行ってきまーす。はい、エンド来ました。ちょっとこの木の装備でやります。これで上がって。ゴー。おー、うますぎじゃね。上がって。やっぱこれだな。上がってから、痛いな。上がってからの。待て。危ない。上がってからの大砲。痛かったぞ。いきます。ゴー。お、なんか、あ、めっちゃ明るくなった。あ、このパンいいな。どうして、どう、あー、死んじゃったー。ミスった。うわー、最後まで動画見てくれてありがとう。もしそこのあなたが僕のチャンネル登録しないと地球が3秒後に滅亡します。3、2、1、みんなありがとう。うわー。